ということで、何仕事？いや今もう仕事。何の仕事今日は？いやその給料の半分。あ給料日？そうよ。なんかさ、いやいやあっただろ。今月さ、デデデがすごいらしいよ。何最近デデデ？あ間違えた。リクトさんが、リクトさんが今月なんか。やばいね。俺はそれもうやってたから。なんかもう低い。クマぐらいの。給料もらったらしくて全然わからん。小熊ぐらいの全然わからん。小熊ぐらいの小熊ぐらいの、うん、だからちょ今日は、うん、奴の給料を、うん、暴いちゃおうぜ。あーもうなんか実態を長いよ。あ行ってみましょう。多分まだ見てないやろ。見てない見てない。多分引くよマジで、うん、ちょっと見に行こうか。いや島買えるぐらい。ほんと島買える。どんぐらいの島？大体でいい。バチカン諸島ぐらい買えるんじゃない？バチカン諸島？四国やろあれ。はい行きましょう。おいおいなんだ真面目な話して。何してんの？何これ？テレビ話してる。ちょっと何これ。もういいって。これ、一回出そう。ちょっと待って。爆弾？なんかフィンの爆弾入ってる。プラスチック爆弾。もう重さ、重さ？柿8個分。前撮ったことあるか。いや柿8個分。いやこれはねすごいよ。いやマジで持った瞬間島買えるやろ。一流 IT 企業の年収ぐらい。なるほどな。見せればいいやろ。見せればもうほら。でです。見せて帰ろう。じゃあちょっと移動してから。あ移動する。はい。あ、そうだ。でー！あー出た！あー出た！回してんの？もうすぐ出た！おめえマジで。腕つったわ。あのさ、いやらしいじゃん。何が？そんなことない。あんたの給料でしょ。いやらしい。あんた。でも一個だけ突っ込みたいとこあるわ。はい。これで給料もらったんだけど、はい。フィン、リクトでいいや。なんでフィノ？いやいや、これ店のみたいな。いやいや、これもともとお店フィノの給料が入ってたよ。いろいろ、いろんな人俺用じゃなくて、あまりに入れたわけ。そうよ。移動？いや、エコ行こう。なこい。エコ、ちょっと全部給料なわけないよな、さすがに。まあまあ。多分、うなぎ2匹と給料。おいおいおい、いくら振り上げたと思ったのよ。誕生日。ということで、はい、今日は出して、はい。ナンバーワン、ホステラ、給料こんな感じ。半端ねえぜ。やらしいから。何が？いやとりあえず見ていこうよ。一個ずつ。やらしいって言っても、うん、あのね、みんな気になると思う。そうよ。あの初めリクと、あと前に黒崎から取らされたよね。何が？給料。そうですよ。前の時や。今日もそれは多い時のね。あ言ったら誕生日。その時動画で言ったら多い時にしてよ。多い時の。俺もまだ開けてないんだよ。え、そうなの？ちなみに多分封筒開いてないよまだ。くさや入れてみました。入れてない。うわ、ちょ待って。一個ずつ出した。おもろい。今のおもろいな。すごい。おえおもろい。まあね。封筒入ってる。とりあえず一枚出すわ。うん。一枚じゃん。100枚じゃん。意外な。いや、マジね。おびつきよ。それはだってあんたらももらってる。普段さ、この立っちゃうぜ。それなのに。これだけ？あるの。いや、待って。え？何？じゃあ、あれ？あれ？え？2個？じゃあ、あれ？おー、いい感じ、いい感じ。1個が。これ300っす、今。やっべえ！もうベルファイヤー。ベルファイヤー。これベルファイヤー。これベルファイヤー。中古の。ベルファイヤー。車？はい、来た。フルカスタム。ベルファイヤー。フルカスタムしました、これ。まだある？これ、やばいな。はい、来た。レクサス。はい、レクサス。いやいや、ちょっと待って。しつこ。レクサスカスタム。レクサスカスタム。なんかお前ら楽しそう。カスタム。落ち着け。ちょっと見て。何が？いい子いいかい。お前給料計算してんだよ、お前が。はい。お前見たんだろ、お前。楽しい。お前さ、待て、お前のが見とるやろ、じゃあ。楽しい。じゃあ、あるよ、その給料袋。あ、これ。これ普通の、まあ、入らなかったんです。ごめんなさい、見たいんだけど。これ普通の、まあ、まあ言うても、サラリーマンぐらいの衣装あるよね。あるあるある。40。すごい少なくて40だ。いやいや、でこれだけでえっ、650万円。マックの並べ方うまくね。ね、あなた何してるんですか。ちょっと見ていいっすか。目線は反社会的勢力の方だけど、まだ間違えてるかもしれんや、給料が。うん、間違うわけない。何これ、いるこれ。いや、いいな、で食べるの。これだけでも、これだけでもあれか、タントの
あの、チシンコえ、うわ出た、2台買える。はい、タント2台、2店舗ね、出てるんだね。タントね、うわ、タント2台売りました。ちょっと待ってくれ、ジャスティン。何、どうした。あのな、これだけじゃねえんだ。なわけないやろ。ガチほ、ジャスティン、ガチ。何、おすごい、そんな、そんな重いの。ちょっと待ってよ、ちょっと、ガーなにこれ、極端ですよ。だとしたらちょっとでかい、カステラぐらいがいい。いや待って、レンガよ。いやそうよ、いやレンガ2個分。ちょっとジャスティン君数えて、え、何個ある1、2、3、4、5、6、7、8、9。わかるやん、ごめんな。マジっすか。1年分の給料ですからね、これ。いや違います。なんとこれワンマンス。マジリアル1ヶ月の給料です。1回4個やった。ちょっとマジリアリって何積んじゃうぜ。いやいや、これ積めるな。うわっ、これもあるわけ。そうですね、まあ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 、先月はね、僕誕生日やったんでね。いや、にしてもちょっと聞きたい、俺は、うんうんうん、りっくん、これどうやって使うんですかと。ああ、そんな思い、結構決めてます。え、なになに。そうですね、まあ端数の60万円ぐらい。それは置いといて、それはもう生活費で。これ生活費、生活費ね。あ、家賃とかね、はい、とりあえず200万ぐらいを、はい、ふるさと納税。おお、素晴らしい。できるんです、そんな効果出てきます。素晴らしい、出てきます。税金を、あの、東京になんか払いたくねえってこと。確かに。どこに払うんでしょう。やっぱ地元が。あー、さすが。北海道とかに。これ、は、何倍やったの。カニとかもらえるっぽいから。あ、そうや、もう完全に地元関係ないじゃん。いや、でもやっぱり地元愛が強いから、発展してほしい。だから、そうよ、地元福岡だから北海道とかの。何倍やった。カニ食いたいだけ。じゃあ、分けるから。あ、北海道に、じゃ50万とか。あとは神戸とか。あ、いや、牛や、行ったことない。牛や、牛、牛、高級食材。いや、いいでしょ、いいでしょ、飯で。じゃあ、あとはそのお米とかも欲しいかな。あ、新潟。そうそう、新潟。うまいもんな。あと、もう一度どうしようかな。明太子は。しょうがなく福岡。いや、これ地元や。でも、ごめんなさいなんだけど、福岡のものはいらないんだ。え、だって福岡人。明太子とか来るやろね。いらないんだよ、明太子。いるやろ。だからそれ、これはまあそう、まあふるさと200ね。で、こっちは100。もういい時期なんで。いやいやいや、もうこう、こうしてください。え、これが、来年払う税金。あー、そっか。これ足りないしかも。これはリアルな話で、はいはい、まあ、ふるさと納税も税金ですから。まあ、だからまあ、全部税金で、言ったら1000と、これは600万ぐらいですかね。600が、いや、もっと足りないです。でも俺今、俺これリクトさんのことをさ、首絞めてこれ逃げたらどうするの。まあでもそれでお前が幸せになれるならね。おい、いいサウザンとのちげえ。まあ言ってしまえば、その他のね、県に納税するよりプラスってことなんです。ああ、逆にそれぐらい困ってるってことでしょ。大金納税するっていうね。そうそう、うわ、それ領収書もらえる。まあじゃあ、もう完全ね、どうやって出す、どうやって出す。いや、ちょっとね、皆さんこれね、まあ明確に言うと1660万円なんですけども、これどうですか。初めて見る人がいるんじゃない。あの、よくツイッターとかで回ってるのはね、あの中身が偽物のやつとかあるんですけど。だけど、そのさ、一回さ、ハンコもね、これはちゃんと日銀って書いてて、このナンバーを使っていいのか分かんないけど、正真正銘全部1万円でできてる。そうそうそう、どんぐらいでかいかっていうのを、ちょっとタバコ持ってきたから。おお、これタバコ。いや、短いやろ。こんなにでかいの。 iPhone でええやろ、iPhone で。これはすごいぞ。 iPhone でええやろ。え、何してんの。ぐらいじゃない、これ。あ、そうやね。あ、持ってたんね。1万円札が、あ、1500万。あ、これが1500万の幅なんだ。そうだね。あ、分かりやすい。ということで、はい、ありがとうございました。今日はね、こんな感じなんですけども、なんか、ないんですよね、別に欲しいもの。あります、欲しいもの。あるリュック。え、何が欲しいの。全然興味ない。金ないやつは欲しいものいっぱいあるからさ。金あるやつに聞きたい。俺今、一番リアルに欲しいものは土地ですからね。都内の絶対リアルやつ。家さえあれや。何よ、何くよ。あ、すみません、急に真面目に。都内の土地が。僕は本当に納税なんで。ええ、素晴らしいですよ、本当に。すげえな、素晴らしいです。おい、ギリギリだな。ごめんな。ギリギリ。いやいや、すごい、こんなバイトあるんですか。こんな隣にいれば儲かるわ。俺半分もらえるぜ。
まあということでね、今日はリクトさんの給料を、はい、まあ大解剖して直したいよ、袋取って袋で縛りたいから、ちょっと何やってんの、失敗したよ、失敗したよ